チャオ、あっちゃんです。今日は5月の11日、木曜日、あっちゃんちのあっちゃんのお昼ご飯やねんけどもね、喉痛いしね、さらっと食べられるもんまあ喉痛いは関係ないんだけどね、なんか作ってみたいと思います。はい、ちょっとね、だし汁を作ります。何でかな、めんつゆで、なんでかな、なもんでいいや。これを、沸かします。火にかけて、ご飯適当にちょっと食べたいだけ、お茶碗一杯分ぐらい、レンチにしとこう。レンチに1000ワットで1分ぐらいレンチにしていきます。レンチンできたら、ここにね、ここに粒ウニを食べたいだけ入れます。真ん中ちょっとね、真ん中ちょっとへこましたところに卵、卵を落として、で梅干し、を置いて、でこれにさっきの沸かしただし汁を
かけます。ちょっと汁たっぷり、完成です。では食べたいと思います。はい、できました。梅ウニ卵のお茶漬け、では食べたいと思います。ではいただきます。まずね、ご飯だけ、おいしい、おいしい、出汁が効いて美味しいよ。ではちょっとウニを崩して、はい、じゃあ梅もちょっと崩して、さっぱりする。ここでね、卵を混ぜます。卵もウニもね、みんな混ぜて、おお、美味しいよ、濃厚よ、美味しい、すごく濃厚。スープがすごく美味しくなった。ここにね、梅をちょっと崩しながらね、アクセントつけて食べるとさっぱりする。美味しい。これは現在東京都が建造を進めている大型クルーザーの設計図。この船におよそ20億円の税金が積み込まれるといいます。美味しいよ、優しい味です。同じような水ばっかりやね。むしろテレビやってないね。あのね、ウニの、あの濃厚な、あのクリーミーさと、卵がまたね、合うし、美味しいねんね。これ、まあね、あの炊きたてご飯に卵をかけご飯、TKG するときにウニ乗せても美味しいねんけどね。美味しいわ。これあの瓶のウニでほら、ちょっと癖が強くてあんま美味しくなかったやつやねんけど、こういう食べ方したら美味しいから、ちょっとね、どうしようか迷ってて、あんま美味しくなかったから、あれ瓶のやつね。だから、ミルクとも合うから、牛乳とウニ使ってあのウニのパスタ作っても美味しいんだけどね。また出します。今日ご飯があったから一つ漬けにしてみてんけど、梅がいいわ。梅がすごい合う。ずっとスマイルって言ったから、ここぐらい
飯美味しい。タケノコもね、持ってきちゃって食べなはれた。昨日の若竹に、ね、新東京マン乗ってみたいね。種が置くとかね、大丈夫とか。完食しました。美味しかった。うん。ウニと卵がね、すごく混ざって美味しくて、クリーミーで、目がいいアクセントを出すから、途中で飽きてくるような味。まあ、確かにね、濃厚で、クリーミーで美味しいねんけど、途中で飽きてくるのね、この味結構ね。でも、目がね、そこをアクセント出してて、飽きずに最後まで食べられて、で、最後ね、やっぱその、お腹に溜まるというか、お腹に、さっぱりすっきり感を残してるから、うん、梅ありでした。はい、ということで今日は、梅とウニ卵の、お茶漬け食べてみました。はい、これちょっとねお腹にたまらへんから、もしかしたら夕方お腹減るかもわからないけど、こういうのねさっぱりしたのもありかなと思います。はい、美味しかったです。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。